どうもーかげやんです今日はですね、えー、これから、えー「沼りたいもの」えーまあ、4選かな、えー、落語編ということで、えー、自分が沼りたいものをですねまあまあ一人でできるできるというか一人でこう楽しむようなものになるんですけども、えー、沼りたいっていうのは、まあ、沼に入っていくまあはまっていくということですねはまっていきたいなと思ってるものがこう4つほどあるということで。 えー、一つはですね小説ですねで小説をね、まあ、あの昔はねちょっと読んでた時もあったんですけど最近ずっと読んでなくてですねで去年の12月ぐらいからね、えー、お客さんのがきっかけでですねでお客さんにおすすめの本を聞いてですね小説を聞いてそれを買って読むっていうのをこう、えー、ずっとこうしてる状態ですね。 でその方、最初はね、湊、えー、かなえさんの告白から始まりですね。で、ちょっと前やった、それ去年の夏ぐらいに言っていただいたんですけど、宮部みゆきさんの RPG ですね。えー、宮部みゆきさんの RPG。これも面白かったですね。ほんで、えー、これはまあ自分が読みたかったというところで、真山仁さんのプライドですね。これは短編小説がこうある、えー、本やったんですけど、プライド。で、そっからですね、えー、あの人です。 東野慶吾さんの秘密これもお客さんに教えていただいたものになるんですけどもその東野慶吾さんの秘密で初めて東野慶吾さんを呼んで全部まあ初めて呼んだんですけどもでやっぱ面白いなということでしたねほんでですね次に教えていただいたのが宮本あ違う村上春樹さんですね初村上春樹さんでやったんですけども、えー、騎士団長殺し、えー、一部ですね えー、一部こ結構分厚い本やったんですけどもでこれもぐーっと入り込んでいってですねほんで、えー、次2部があるんですけどもそれも,もう購入しましたまだ店に届いてあ店じゃ家に届いてないんですけども、えー、届いたらですね、えー、今読んでる小説が読み終わったら次その岸団長殺し村上春樹さんの岸団長殺しの第2部という本をこう読んでいきたいなというふうに思ってますで今読んでるのが「ですね,燃え,よ剣ですね燃えよ剣」ですね燃えよ剣。 「燃えよ剣」もですね、これもお客さんに教えていただいて、司馬良太郎さんの本ですね。で、えー、その方には「燃えよ剣」とですね、「坂の上の雲」え、ー、これを教えていただいたんですけども、まあ、坂の上の雲は結構こう関数が多いで、まずこう、燃えよ剣から買って読もうと思って、上下関ですね。 上巻の方をほんでこれをこう呼んでるとですねこの映画、えー、映画もこうぬまりたいものの一つということでつな、えー、がりがあるんですけども「燃えいいよ剣」がね今年の10月にね、えー、ロードショーというか映画館でこう上映されると。 いうことで萌えよく縁を今の間に読んで10月に、えー、映画で楽しむということができるなということを思ってます。だから非常に楽しみな流れ,です流れというかねそういうふうに思ってます。ほんで「飲まりたいもの」映画としてはですね、えー、今年ですね、えー、素晴らしき世界をね、えー、西川美和監督の素晴らしき世界をこう見に行ってですねこれはもう見に行きたいと思って見に行ったんですけどもやっぱりね映画館で見る映画ほんで面白い映画いうのはやっぱりいいですね。あのー、でこれからもちょっと近くに 映画館があるんでですね、えー、それはもうどんどん利用していこうかなという風に考えてます。だから映画にもちょっとハマって いいくとううか、えー、そ,そうですね去年なんか結構楽しんでたんですけども途中までねで今年はまたこう映画館でも映画を楽しむようにこうしていこうかなとその「ツタヤ」でレンタルしたりとか、えー、ネットネットフリックス入ってないですけどアマゾンプライムとかねあとテレビの映画とかいろいろあるんですけども映画館でもこう見るようにこうしようかなというふうに考えております。でででもう一つがすすねね落語ですね で落語に関してはですね、えー、結構前にね、えー、結構見てた時期があったんですねその年に1回ねあの立川志の輔さんがですね、えー、京都芸術劇場、えー、に、えー、年に1回来ておられたその第1回目からずっと見てたんです4年連続ぐらい見てたんですけどもそこでねこ志の輔さんの落語も,ものすごいこう面白い上にこう感動するぐらいの感じ。 えー、その落語を聞いてもなんかこう震えるようなね心が震えるようなこうあれを受けたんですねでだからその落語はその時面白いなとそれは篠の輔さんが面白いと篠のさんやから面白いって思ってたんですよねでそう思ってたんですけどもそれからねこうちょくちょく結構ね落語を見に行ってたんですねその、えー、大津市のねえー どこやったかな市民ホールやったかなどっかでこうやってて、えー、桂米朝一門のね、えー、落語会があってですね、えー、お年寄りばっかりお客さんお年寄りばっかりの中僕一人こう、えー、見てたんですけども、えー、その時にまた落語は面白いなと思って思ったんですねほんでその中で一番面白かったんがその桂ジャ,クジャクさんやったんですねで桂ジャ,クジャクさんのその枕、えー、枕っていうのはですねその落語を始める前にねその落語のその物語に入る前にこう そののささんんののいろんなこう話をされるんですねそれを枕って言うんですけどもそれがねもうむちゃくちゃ面白くてですね桂寂クさんむちゃくちゃおもろいやん思ってそのテレビではね、えー、ようしゃべる人やなと思ってたんですけどそこまでねむちゃくちゃおもろいっていう印象を僕は持ってなかったんですけどもその舞台でこう舞台というかその落語のねその講座で見た時にねあむちゃくちゃおもろいほんでその。 枕がです、ね、むちゃくちゃ長くてあこの人本編入らへんのちゃうかなと思ったらちゃんと本編に入ったと。 っっていう形やったんです、ね、ほんでほ、えー、他にもですね、えー、去年のコロナが始まる前までにちょっとこう一昨年ぐらいからこう落語いろいろこう見に行く、えー、機会があってですね無料のやつもありましたし、えー、2,000円ぐらいで見れるやつとかいろいろあったんですけども、えー、もちろんねテレビでは無名の方なんですけども、えー、全員ほとんど面白いですねでこう結構若手の方でもですねそれなりに聞かせてくれますしでえー、とですね桂愛之助さんやったかなこう味のある 落語家さんもおられてですねむちゃくちゃ面白いなと思ってこれはね、えー、やっぱり落語は生ですよね生で見るんがこう一番やと思うんですけどもこの辺、えー、今コロナ禍であれですけどもこうもっとこう活動的にこう落語を見に行くという形をしたいなと。 でテレビでもね、えー、1週間に1回こうやってるところもあるんで、ですねそれをまあ録画してちょっと見たりはしてるんですけども、やっぱりテレビで見る、その画面を通して見る、その YouTube で見る、それもそれはそれで面白いんですけども、やっぱりそのライブですね、ライブの落語はやっぱ最高ですね、こう面白い。ほで、志の輔さんなんかの落語を見てたら、ですね会場が揺れるんですね、笑いで揺れる。 えー、そういうのをこう感じてすごいなあと思ってバーンバーンこうぐらぐら揺れるぐらいその全体の,その笑いのそのこう笑うことのエネルギーでこうぐわっとなるんですねそれがすごくこう、えー、一つ面白いもんでもあります、うん、だから落語をハマっていきたいなと。で最後はですねお酒ですね。 でお酒に関してはですね、これもね、お客さんきっかけなんですけども、ウイスキーですね、えーまあ、ほとんどスコッチになるんですけども、えー、ウイスキーにちょっとはまることになったんですね。で、それは、まあ、ハイボールやったんですけどもで、まあ、ハイボールかぐらいの感じやったんですけど、作り方を教えてもらったり、ウイスキーのいろんなことをこう知識を教えてもらったりして、いろんな種類を教えてもらって、それを飲んで楽しむ、これが面白いで、えー、そのウイスキー だけじゃなくですね日本酒ですね 日本酒もちょっとこれからちょっとはまっていきたいなと思ってこれもきっかけはですね、えー、空手の先生なんですけどもで空手の先生から日本酒一升瓶をもらいほんでそれを飲んで,ほんで次にもう一回こう、えー、4合瓶ですかねの濁り酒をもらいわ日本酒もうまいなとほんで、えー、冬やったんで熱燗にしたらね熱燗にして飲んで結構おいしいなと思ってそっからですね、えー、ちょっと日本酒もちょっとはまっ,っていこうかなというところで、えー、先週なんかはちょっと こう専門的なこうお酒屋さんにこう買いに行っていろいろちょっとお話を聞いてですね「えー、晩秋一本という、ねえー、お酒を飲ませていただきました、えー、初心者なんですけどもって言って「冷やで飲みたいんですが」って言ったら「えー、晩秋一本というね、えー、辛口でフルーティーな、ねえー、お酒をこう紹介していただきましたで、えー、その時飲んでですね結構飲みやすい飲み口すっきりした飲み口でですね、えー、辛口甘口甘 確かに甘口な感じはなかったんですけどももう一つそこまで詳しく分かってないですけどもこれからどんどんハマっていきたいなというふうに考えております。でということで僕は、えー、これからこう娯楽としてね、えー、一人で楽しめるものとしてね、えー、ハマっていきたいものとしては4つ、えー、小説、えー、映画、えー、落語で、えー、お酒と。 いううとこころでこうものすごくこれは面白いなと思っております。ということで今日は、えー、これから沼りたいもの4選、えー、娯楽編ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。